SDGs ですね。クラッシュもするの。経営者荒野です。避難所みたいな。あ、そうそうそう、台風モテハスター何か。ってみんな言うんだけど、住みます、住んで一緒に運営しますっていう人が和久田さんしかいなかったんです。結局大家さんにはその企画をいろいろ出すよりも、うん、もう借りますって言ったんですよ、うん、俺の城に遊びに来いよみたいな。なるほど。で、部屋持て余してるから持て余す三軒茶屋です。うん、はい、なんか2人じゃないですか、うん、そうするとこうなんでしょう、初めの方さっきおっしゃってましたけど、まあ、2人で言葉してというか、うん、それでやりにくいことみたいなってめちゃめちゃありましたよね、うん、特に最初はね、うん、めちゃめちゃやりにくい、うん、っていうのは、まあ、俺基本的にもうこういうのやりたいとか、こうやりたい、天井壊したいとか、うん、床壊したいとか、ここ壊す話もありますね、壁壊したいとか、まあ、基本壊したいんですよ。で、全部壊したい壊したいって言ったら、いやポールなんか好きなことやっていいよって言われたから、とりあえず壊そうと思って言ったら、なんかいまいち既読するみたいな感じだったから。何壊すって言ったんですか？もう大体床とか壁とか天井抜いたらいいんじゃないかなとか言ってて、これ抜いた方がかっこいいでしょみたいな。まあ確かにそうかもしれないけど、いやちょっと待ってくださいっていうのが僕の心境としてあって、そのただでさえ空室ですと、はいはいはい、15分の1入居者、はいはいはい、で次武田さん住んで、はいはい、ゆりちゃんで、まあ3、まあ、まあ 5% ぐらい、うん、5%、うんうんうん、まあまあ全然入んない状況で、うん、天井壊して採算取れるのかとか、例えばそう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 とか、あとはなんか住んでないけど遊びに来る人がたくさんいる状況で、うんうん、何してんだろうなと思って、うん、その光熱費ばっかかかるだけじゃんって、うん、当時の僕はめちゃめちゃ思ってて、うん、そうそうそう、そこに結構なんかフラストレーションが溜まってたから、うん、なんか新しいことするにしてもお金がなんか書き入れないというか、うん、いつまでこの状況続くんだろうなっていうのは結構イライラしてた。これはどんくらいからこう解消されてる？でそれが、まあ、11月に始めて、はい、でまあ年内は一人だったの、まあ、1月末ぐらいまで一人 で、うん、でその後、まあ、まあポールもいたんだけど、まあ、たまに来るみたいな感じでいて、うん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 、で武田入ってゆりちゃん入って、うん、堀江さんかな、堀江さんっていう女の子がいて、で堀江さんって女の子はもともとポーランドの友達なんだけど、はい、まあ、よくここに遊びに来てて、で俺がめちゃくちゃ気に入ったから、うん、もうこの子絶対入れようと思って、うん、もうすごい口説いてここで、うん、え堀江さんなんで住まないのみたいな感じで、そしたらなんか、いや私住みたいけどなんか嫁入り道具のでっかい冷蔵庫があってちょっと運べないんだよねとかなんかいろいろ言ってるから、いやそれ運ぶから大丈夫とかって言って、もう何でも全部どうにかしているよって言って、最終的に引っ越すこと決まって、で俺とポールで平日の夜ハイエース借りて堀江さんの家まで行って運んだんだよね、2人引っ越しやったの。引っ越しのお金とかもなんかかけたくないっていう感じだったから、したらねやばくて、やばかった。まあまあ普通の荷物はね、まあ運べば入ったんだけど、でかい冷蔵庫が、嫁入り道具ね、嫁入り道具のでかい冷蔵庫が、その玄関入ってすぐ階段登っていくタイプの家わかる？なんかあるじゃん、2階建てのさ、玄関開けたらもう階段が目の前、階段すぐあるやつ、あれをギリギリなんか入る大きさの冷蔵庫を2人で下ろしたんだけど、マジでやばくて、やばかったっすね、ほんと死ぬかと思った。なんかもうしかもなんか最後の最後にキュッて曲がってるの、キュッて曲がってて、そこをうわーって、そうそうそう、2人でやばいっす、うん、そうみたいなのをやって、まあ結構強引だったんだけど、まあどん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 人入れてったんですよね、うん、まあそれがだから11月始めて4月ぐらいまでの間に何人か入れたりして、結構2人で、まあポールの友達もいるし俺の友達もいるしみたいな感じで、ちょっとずつなんかそういうやり方でもう無理やり誘うみたいな、そうやり方が徐々に確立してきて、4月ぐらいになった時にある程度入ったんだよね、多分半分以上埋まってきて、結構勢い的には良かったから、良かったですね、これはなんか増えるんだろうなってのがなんとなくお互いに
分かってきたのは4月ぐらいでね、多分。そうですね。だから一番なんか僕の中で変わったなと思ったのは、なんか和北さんが床をやりたいって言って、うん、これもともとなんか絨毯だったんですよ。あ、そうなんですね。そう、絨毯で臭いんですよ。そう、それが嫌だから、あまりそう、だから勉強部屋の絨毯みたいなやつが貼ってあって、ここ全部、そうで、これを張り替えようって言って、うん、これになった瞬間に、うん、あ、和北さんが言ってたことは、あの、間違いなかったんだなっていうのを思い始めて、うん、なんか変えた途端は、あ、こんなに雰囲気変わるんだっていうのを、はい、なんか賛成でもなく否定でもなく、まあでもこんな風に変わったんだなって思ってたけど、うん、やっぱり来る人がすごいなんかめっちゃいいっすよねみたいなことを言ってるのを見て、あ、なんかこれは自分のその意見というか、その頑固なところで、なんて言ったらいいのか、固執してたんだけど、自分の価値観に固執してたけど、もっとなんか一緒にやったらよかったなっていうのを思ってて、例えば照明とかももともとこの変えたんですよ、あのレールなくて、この蛍光灯、超でっかい蛍光灯が4つあって、っていうのを事務所みたいな、そう、事務所だったから、から変わって間接照明にして、そう、うん、っていうのとかが全然やっぱり一個一個変わったところで、そうそうそう、なんかなんつうんでしょうね、ポールさんの中にない、そう、うん、全然なかった、うん、あれが持ってる人だなっていう、うん、一目置き始めたって感じなんですね。まあ失礼な話だよね、なんか、うんうんうん、まあまあそんな感じで、俺も逆にポールに対して、なんでこんなさ、照明変えればめっちゃ良くなるのに、床変えればめっちゃ良くなるのに、なんでそれをいいと思ってくれんだろうみたいな。でも俺も説明しようがないんだよね、だってこれを変えてさ住人増えるかどうか分かんないわけよ、まあ、俺は少なくともいいと思うけど、それが住人が増えることにどう影響するかまでは説明できないから、もうちょっと難しいなと思って、まあでも最終的にはできて、まあ住民も増えたからいいんだけど、だからこれはホールにまあなんかいろいろお願いするときは、なんかちゃんとなんていうのかな、説明できないといけないなと思って、まあやることでどう、何が良くなるかとか、まあそういうのはちゃんと説明できるような状態にして話をしないといけないけど、まあそういう風に話をすれば逆に通るなと思って、ちょっとそこら辺は最初はだから壁壊したいとか、なんかそれしか言ってなかったけど、いや壁壊したらちゃんとなんか良くなるみたいな、住人増えるみたいな、壁と壁の間に壁住民が住めるとか、なんかそういう風に一応分かんなかったことは、でも今で分かんない、いやでもまあ面白いかと思って、いやなんかそう、そうね、そうだから、そういう風に変わりはしたね、自分の中で、部屋の中に小屋建てたいとか、そうだから小屋もその単純に小屋あるの、部屋の中に、であれも、まあ、2段ベッド1個あったらそこドミトリーできるだろうって思って、まあ、2段ベッドってさ2万円とか3万円なのね、で買えるじゃん、それ2段ベッドあってもちょっと面白くないなと思ってたけど、まあ、2段ベッドの費用だったら出してくれる、まあ、それは間違いなくつながるじゃない、ちゃんと部屋増えるんで、でも俺ちょっとそれ面白くないなと思って、なんか面白い2段ベッドを作りたいなと思ってコバ君に話したら、じゃあ小屋作ろうよって言ったから、うん、ああ小屋いいじゃんと思って、うん、小屋さ必要だったらお金俺ポルカで集めるから、うん、あのやろうよって言って、うん、でポルカの2万と、うん、まあ、俺ポルカで3万ぐらい集めて、うん、5万あればできるって言ったから、うん、じゃあ5万あげるから作ってって言ったら、うん、できたんだけど8万ぐらいかかってしかもなんかさ、小屋さ、もうさ、もういいじゃんと、ね、俺2段ベッドでいいじゃんと思ってたんだけど、そう何回か言われたの、うん、これ本当に小屋作るみたいな、だしね、頑張って屋根まで作ってて、そうそうそう、しかも屋根に勾配かかってて、そう、あのね、面白いの、部屋の中に屋根があって勾配かかってて、屋根の上に人工芝ちゃんと敷いたんだよで、その上からエアコンの風当たるみたいな、でも屋根があることによってエアコンが入らない、そうそこの再現性のためになんか犠牲になってるものがあるっていうね、なんかあれですよね、こう問題の解説の仕方がアイディアブルというか、うん、すごいこう、和北さんそう、うん、こうだ、結局なんでしょうね、うん、こうポールさんが望んでること、うん、なり、まあ、受け含め、うん、この、ね、教室っていうと絵の解決の仕方が、うんうん、
結構アイディアが効いてるから初めの方はうってなっちゃう。そうですね、うん、だから僕はだから経済的な面から結構見ることが多くて、うん、お金かけなくて機能があればいいじゃんっていうタイプなんですよ、うんうん、でだけど和北さんはそれじゃ面白くないからやろうと、うん、例えばなんかまあ小屋もあれば単管鉄パイプ組んで部屋の中にロフトベッドみたいにしてるところとかもあるし、で和北さんの部屋も内装をバッチリお金かけて、誰か落ちたんじゃん落ちたかもしれない、だからバッチリ部屋にお金かけてやるけど意味ないじゃん、そう、いや住むだけでしょ、そう、しかも俺ほとんどいないからね、20万ぐらいかかってるからねそうだから俺もなんだろう、こんなに金かかったけど、てかできなくて全然お金必要だったから、うん、全然改装できなくて2年ぐらいかかったもんね俺、うん、最初からやるって言ってたのに、うん、全然進まなくて、うん、まあ、しかも技術もなかったから、うん、できなかったけど最終的にはよくできて、うん、まあ良かったんだけどね、うん、そうそうそう、まあでもだからその例えば小屋作りにしても、なんか俺最初だったらもうこれ別にもう直接さ壁剥がして、うん、小屋したらいいじゃんみたいなこと言ったかもしれないけど、まあそのポールはやっぱその持続可能で、うん、なことをちゃんと考えてるから、そうそう、次出るときどうなんだとか多分そういうの考えてるから、俺も多分そこを考えないといけなくて、小屋はちゃんと中に入ってるだけ、要するにあの現状復帰ができるように一応なってる、一応ギリギリねギリギリなってるよ、いや、いざやるってなると結構多分超大変だけど一応できる、理論上はできるんだ、そうだからそういう提案をするようにしたから、あのできるようになったっていうのなんで、次に聞こうと思ったんですけど、うん、2人で良かったことっていうのもなんかその話に通じてます、ね、うんうん、結局なんて言うんでしょう、まあ、戦略関係なんですけど、うん、コールさん、うん、一人でこうやってたのであったら、うん、まあ、こ持て余すにはならなかった、ならなかった、ね、まあ、テントで住む国みたいなのがいたりとか、うん、ここにこう貼ってある、うん、こういう、いやだってテントで住むって考えてみたらやばいですよね、敷地内にテントで住んでるだけでしょ、しかもそれに家賃払ってるでしょ、でもそれもなんかいろいろ問題解決のところがこうなって、うん、あれが最低解というか、ね、問題の方が多い気がするまあ解決されてないよ、ね、交流ではありますけどね、私和北さんが、うん、じゃあシェアハウスをやってたとしたら、うん、まあなんて言うんでしょう、ちょっともうちょっとまとまってなかったことだったりとか、うん、多分、まあ、それこそさっきの壁壊しちゃうかもしれないから、そうそうそう、回せなかったりとかすることが起きる、ね、っていうのでやっぱり一緒でやってよかった、うんうん、まあそういう運営的なところで、うん、はもちろん今の話もあるし、あとはやっぱ対住民的なところでも、うん、あの一人じゃない良さはすごいあって、まあそれはなんか性格というよりは単純に2人の考えとか意見もあるし、うん、なんていうのかな、なんか2人いるから言えるみたいな、うん、ありますね、そういうのが、マジで、1人だとね、やっぱね、よくわかりませんって、結局、1人だと超弱いんですよ、まあ、一住民だから、言っても、だから1人の意見にしかならないんだけど、まあ、2人いるし、しかもこの2人はずっといるんだよね。うん、だからなんていうのかな、だからこそ言えるみたいなところがあって、いやそうですね、例えばなんかすごい生意気なことを言う住民がいる、まあ失礼な言い方ですけど、はいはいはい、いるとするじゃないですか、うん、でもその子が家賃払ってなかったとするじゃないですか、そしたら僕はイライラするけどフラットにコミュニケーション取れるじゃないですか、はい、っていうところとか知らないからね、そのこと、そうそうそう、単純に、そう、あとは逆になんか僕がそのどれだけなんだろうな、その管理者の立場で、うん、いやこうしてよっていうことよりも、うん、もしかしたらなんか一住民同じ仲間として言った方がいいこととかも結構あって、うん、そうそう、逆に俺はどっちかというと住民側だから、一住民の意見としてはちょっと弱すぎると、だから逆に大家からこれは言った方がいいんじゃないみたいな、うん、だから俺が言おうとしてたことを代わりに言ってくる時もあるし、うん、みたいな時もあるんでね、うんうんうん、そうそうそう、そうですね、確かに、うん、
ったかな。だからなんかまあ、うん、その和北さんがどん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 やってくれるために僕はどっかでブレーキ踏んでるみたいなところはあって、なんか、うん、でまあ性格的には割とポジティブでネガティブみたいなところがあるから、うん、そういうなんか、うんうん、そういうなんか負の側面みたいなことは結構見える、うん、その長い目で見た時に、うん、なんかやらない方がいいんじゃないってことは、それがある、うん、俺はそこがないから、うんうん、だからなんかまあだから自由にもできるし、うん、いいよねっていうところはある、うん、あとそうだね、だからそのまあ結構そのお互いに干渉しない領域がもうはっきりしてるのがすごい良くて、うん、でそれは多分最初は決まってなかったんだけど、なんかその人が入り出した頃から、例えば俺はもう住民は森に全部任せてくれる、うん、だし、まあ、家賃とかそういうの決めるのは全部ポールが決める、うんうん、だから俺は、まあ、家賃例えば変わるとか、うん、新しい家賃あるじゃん、例えばテントの人って家賃どうするみたいなそれって決まってないから、まあ、そう一応話すけど決定権はポールやん完全に。あ、そうですね、だから俺はポールがそういくらって言ったらもうそれで行きましょうって感じなの、うん、で逆に俺住民全部決めてるから、うん、もうそこはノータッチのポールは、あ、そうなんだ、この人入れますってしか言わない、うん、もう入った後に知る、そうそうそう誰が入ってるか知らない基本的には、うん、そうそうそう、うん、で一致しないもんね当面ね、うん、あれっつってこの人誰だっけ、そうそうそう、この間25日来て、はいはい、25日だから新しい住民が入ったのかどうかが、なんか名前見てもあだ名と一致しない確かに確かに、うん、なんかそう全然だから役割は違う、うん、さあ最初なんか僕住民の面接してくださいって言われてあ、和北さんから、いや、はい、あの住んでる他の住民から大家なんで、はい、その住民この人でいいかどうか面接してくださいって言われて、そうそうそう、した時にあバナちゃんなんですけど、はいはいはい、なんかあのどこの大学通ってるのとか将来何したいのとかいろいろ聞いてて、なんでそれしたいのって、はい、分かんないから、うん、なんかそういうこと聞いてたら、なんかあれは完全に圧迫面接でしたって言われてそうそうそう、これやべえと思って、そう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 、やべえと思って面接官外した、あ、そうそうそう、なんかもう多分それ以降は僕は多分、うん、やってないかな、うん、入居者募集はタッチしてない、うん、タッチしてないね完全に、うん、だし、なんか僕に住みたいですっていう連絡が来るものも、もう基本的には全部和北さんに振ってて、うん、で、なんか遊びに来てくださいってだったりとか、でも最近はもうウェブからっていうのはほぼほぼないかな、うん、まあ一応たまにあるけどね、ニップルとか、うん、ああ、福岡でした、そうそうそう、それはあと、木だああ。あそこら辺はねかなり珍しいけど、珍しいウェブから来て入居まで行くパターンってめちゃくちゃ少ないですよ、へー、うん、なんかウェブから来るのってなんかよくわかんないから、うん、あのだいたい空いてますかって来るのね、うん、今元山入れますかって来るから、いやちょっと基本的には入れないって答えるの、うん、もうわかんないじゃんよく、うちもさしょっちゅう入れ替わるから、うん、入れないけど遊びに来てくださいって言って、それで、あ、じゃあ大丈夫ですみたいな人は、うん、まあそもそもその後続かないんだけど、うん、それでもちょっと行きたいですみたいな人が、うん、来て、だからニップルも来てるんだよね一回、うん、で、住みたいですみたいになった時に、じゃあちょっと空いてるか見てみるわみたいな、うん、そうそうそう、うん、で裏で、まあ、ポールと話して一人入れるかどうかっていうのを話するんだよね、うん、だから部屋が空いてるかどうかあんま関係なくて、うん、どうやったら入れるかどうかを考えるんだよね、うん、今この持ち物の中で、うん、そう部屋の数とか関係ないあんまり、でもゾノさんの時は寄せれば入るかもしれないけど、ゾノ君はテントに入った方が面白いってそうそう言ってて、うん、テントですもんね、そう、うん、まあ、ちょっとテントに行くまでもいろいろあったんだけど、そのモバイルハウスの屋根の下に住んだらどうかとか、うん、まあ、いろいろあって最後テントに落ち着いた、感情物語だった、長いなと思ったんですけど、ちょっと1、2ヶ月、うん、まあそうだね、ちょっと時間かかったね、うん、けど、なんかその住むっていうこと以上にいろんなことをシェアし始めたなと思う、今満室っていう概念がそもそも消えてて今28人増えてて